バーミヤンはね、外れなしです。はい、皆さんこんばんは。本日はバーミヤンにやってまいりました。先日のガストのハッピーアワーがとても気に入ったので、ガストにあるんだったらバーミヤンにあるかなと思ったら調べたので、あったので来てみました。はい、ありました。ハッピーアワー14時から18時限定で、生ビールが200円です。はい、そしてですね、ビールに合いそうなのはこちらです。おつまみ小皿メニュー、これはね、1つ299円で2つセットで500円、お得です。これね、絶対頼もう。おつまみ3種盛り、そしておつまみバンバンジー、ネギザーサイ、ネギ塩冷やしトマトに揚げワンタン、枝豆、これそうだな、サバ唐揚げ、甘酢醤油、そしてポテト&唐揚げ、最後は肉味噌きゅうり。チリもいっぱいありますよ。肉シューマイ、手羽先、エビ春巻きもあるな。さあ、どれにしましょうか。はい、というわけでやってきました、キリン一番搾りとおつまみバンバンジー、そしておつまみ三種盛りです。はい、というわけで皆さん、本日もお仕事お疲れ様でございます。というわけで乾杯。今日は立ち仕事が多かったから染みます。よっしゃ、まずは最初これいっていいですか。三種盛りのやっぱり卵、いただきます。おい、すごい濃厚で美味しい。じゃあ次これメンマいってみます。メンマも美味しい。そしてチャーシューいただきます。バーミヤン料理は外れないですね。じゃあバンバンジーいただいてみます。メニューにね、辛いってマークついてたんですけど、全然辛くない、むしろ美味しい。これいいわ。はい、そして焼き餃子もやってまいりました。やっぱこれは外せないでしょう。タレをつける小皿がねえなと思ったらね、これしかないらしいんですよ。ちょっとできねえな、直に行っちゃいましょう。じゃあまずは最初はお酢だけ行ってみよう。ほい、つきまして、うまい。バーミヤンはね、外れなしです。肉比率が多めなので、肉好きにはこれいいですね。はい、というわけでごちそうさまでした。バーミヤンの晩食外れなしでした。いやー、おつまみバンバンジーね、思ったよりボリュームあってうまかったです。そしておつまみ三種盛りうまかった。これあれですよね、ビールつったらね、この焼き餃子、これうまかったんで、これダブルでいっちゃってもいいかもしれないですね。そしてこれもあるんですよね、100円アルコール、赤ワイン白ワインの他にも梅シロックと紹興酒、これもあるんです。これも興味あるな。
というわけでね、まだまだ料理がいっぱいあるので、バーミヤンのハッピーアワー晩酌、これまた次のお楽しみにしましょう。また来よう。ありがとうございました。